さあ一応、メインキャラはアベルの青木さんですけども、まあ、どのキャラも使いこなせるが、とかく青木さんのホンダはかなりもう相当強い。そしてコメントにもどうやらしばらくホンダメインで行くと書いてありますが、さあ2試合目は先導ママのキャミと地方青木ホンダだが、さすがにこの攻めゲージがない状態で攻められると苦しい。さて先ほどはカッパーさんのキャミを破っている青木さんですが、ホンダはママのキャミを破れるか。さあママのキャミここも3体取りの勢いづくか。ここは張り手で、さあゲージが溜まっていくとなかなかケミが動きづらいか。垂直ジャンプ強盤上路を現れて、さあ様子を見る、体力ほぼ5分。さあ5番振りながら立ち強気ガード、ストライク。さあ細かく技を刻んでいく、お互いの行動を釣ろうとちまちま技を出していくが、強盤。さあこのおっと逃げジャンプ強キックが落ちず、さあアロが決まって差し切ったガード、テストガードして、さああっと、さあサンザーミスリが張り手前捨てのおいちょですが、これはいやー読まれていた。100落とし、今度は生おいちょ、そして中足張り手の今度は決める。さあ勢いが乗ってる。さあわからない、この試合どうなる。さあ X バズズキ、さあこれが見ると体力はよくわからない、どちらが勝っているのか。時間は5秒切った。さあ頭突きで削りに行こうとしたところを垂直で下げていた、そこに立ち強系叩き込んでバンババンキャミーが先方じゃない一本選手。さあ今のギリギリの試合でしたが、青木カラガラで青木ホンダの判断が思い切りが良い。さあ先ほどからストライクの着地と空対空の使い分けがうまい。バラロー先端ガードはバックスで回避。さあ逃げジャンプ中パンチで落としていく、この辺り分かっているか。そしてどっしり構えてしゃがみパンチ頭突き、近づいてきたら小判張りで今度は関前下から小判で固めていく。そして100巻落としが強い、逃げジャンプ中パンチ、そしてアロー手前落ちを見逃さず小判。さあ2本目は完封といった形で青木が勝利。そしてファイナルラウンド、さあ面白くなってきた。じっくりとさあしゃがんで様子を見る。さあキャミ側、おっとジャンプ強化。さあ飛んだ後にストライクを、おっとアクセルスピンナックルが EX バズって潰していく、判定強い。さあガード出しても有利ですからね、あの技割と出しとくなところがある。さあこれでリードとっていうのはバンバンバンキャミ、立ち強化が前に出たところに刺さる。さあ無理をしない、じっくりじっくり、おっとここで一気に前に出て張り手の先にコンボを決める。画面端に追い詰めると、さあ100個落としはバックステで避けて中足シャローキャンセル、スパコンスピニングドライブ決めて最後はめくり。さあ一瞬掴んだチャンスでそのまま殺しきったバンバンバンキャミ。さあワイジョジョン、これでウィニングポイント。立ちはだかるのはアドリボージュ豪気。さあバンバンバンキャミやはり強い。さあ今夜行える大会に向けての集中力も高まっているか。そして出てくるはアドリボージュ豪気。さあゆっくりとお互い集中している。さあこのままバンババンキャミーが怒涛の三立てを見せるか、アドリボージ号機がそれを阻止するか。先方バンババンキャミー対大将アドリボージ号機、第1ラウンド。さあ残空でペースを握っていくのは号機側か。さあ100機と残空でキャミーの、おっとこれはうまい、アクセルスピンナックリーン垂直合わせて、さあ起きる時間バックスター出してしっかり狩る。しかしここはノーゲージ、スパイクで暴れていく。さあ判断も見切っている。そして 100P から投げを決めて、すかし下段を今度はお返し、そして
正面のジャンプ台形、これが豪気。さあお互い転ばせてからの置き攻めが非常に強いキャラ。先手を取って1本取ったのはアドリボージュ豪気。さあこうなると豪気ががぜんやりやすい。さあキャニがもしかし一度触れて転ばしてしまえばそこから十分持ってくる。さあ勝利をお互い警戒しながら技を細かく刻んでガードさせていく。この距離はやはり飛び道具ある分豪気の方が動きやすいか。しかしはバックス回避。さあ百鬼はこんなしっかり見ていた。最後としてタスキオパンチ、カウンテンヒット、これは痛いと追加癖。今度は飛び道具しっかり見ていた。 EX アローで抜けていく。さあキャミガがおっと整備をちらつかせて強気に前に出ていく。そして整備の攻撃を誘って、今度はグラス誘って、おっとさあテイストから一気にコンボ決めて集合させて逃げる。さああれに対しておそらく有効な追い技がないキャミ。しかし最後はタチキオパンしゃがみ中パンチ。やはりペースを握った方がそのままいくこの組み合わせ。さあファイナルラウンド、バンバンバンキャミこのまま3対2といくか。アドリボシ豪気そしていけるか。さあアローで突っ込む、投げ抜ける。さああの距離のアローガードした後の読み合いも怖い。さあ100機とタンクで手形を伺うと、さあ100機。さあお互いなかなか踏み込めない。おっとここはうまい残空の着地に立ち強け相長期で刻んでいく。さあババンキャミが非常に丁寧に立ち回っている。ジャンプ強け高卒技を出て体力削り、しかし攻めるチャンスがあれば一気にここは来るぞ。最高なかなかチャンスがつかめない。アドリボシ豪気だが、さあここで下段を食らってしまう。アローから昇竜で暴れて割り込んでいく。しかしここは暴れをガードして、さあ味を詰めた。今度は勝利暴れはガードされるが、最初転ばして竜巻使ったところにアローセビキャンからのコンボ、逆に投げを通したぞ。どうだ赤い端の片目は、さあ緊張感がある。お互いのギリギリで技が届かない前。さあバックを壊したかったが、さあ投げを通す、どちら。さあ後ろだが中盤に届かないが、しっかりと。さあコンボはやや届かなかったが、逃げたところに EX 竜巻決め、あ、じゃない竜巻決めた後にしっかりと EX 勝利で追撃した。さあ見事な集中力でアドリボジ豪気が踏みとどまる。よく見ていた。そして出てくるのは赤ジョジョベガ。さあ豪気に対してはベガをかぶせていく。さあこの最初の展開で大舞台の場で、さあ赤ジョジョベガ、さあ集中している。さあウルコンをタイムでじっくりと選んで呼吸を整える。さあ次鋒赤ジョジョベガ対大将アドリボジ豪気。さあアドリブ豪気ここも踏みとどまれるか、それとも赤ジョジョベガ豪気を仕留めるか。さあガンガン前に出ていく。画面端は豪気のターン。さあ逆に投げを通して、さあどっちだ。ジャブジャッキ決めて中盤中盤夏巻きからのコンボ、投げは抜けるがダブル2で切り返す。垂直は届かない。しかし投げる。さあ残空重ねて100機投げ乗ってるアドリボシ豪気。さあ今度は100機系からの強盤昇竜で、最後は昇竜をきっちりと削れる体力を見切っていた。さあうまい、ギリギリ削れるかどうかというところでしたが、そこをちゃんと見ていた。さあアドリブ落ち攻撃が一歩乗って裏回って強盤波動セミキャンから痛いコンボを決める。さあ勢い乗ってるぞ。デビルリバーサーしゃがみ中キックで吹かす。さあ大勝利、第2位がちょっとめり込んでしまったの。おっと最後は逃さない。さあアドリボジ豪気が乗っている。最後は昇竜で暴れた。さあこれは見せ場が来たか。アドリボジ豪気バンバンバンキャミ赤ジョジョメガオと破り引っ張り出してきたのは Y24 チュンリー。
さあこれは面白くなってまいりました。さあ最初のね展開の大会にふさわしい大将同士までもつれる決勝戦。バンバマンキャミーの勢いを止めてからのアドリボジ号機の柵がとにかく通ってる感じでしたね。さあ一方出てくるのはチュンリー界希望の星 Y24 チュンリー。さあ今日はちょっとマスクもして体調のやや悪そうな Y さんですが、この大一番を任された。さあ第1回の展開いただきの決勝戦、大将アドリボジ号機対大将 Y24 チュンリー。さて大将決めて、さあ100ミリ、しっかりガード。さあ連続ガードじゃない波動にはしっかりと攻めで割り込んでいく。おっと今一瞬危なかったが、さあ仕切り直して地上戦の差し合いが非常にうまい岩井さんのチュンリーだが、アドリボジ、おっと、さあ今の大栄翔を攻めて前からのゴム、そして柱も逃がさない。さあうまい中パンチ大栄翔。さあどっちかわからんが、さあここでつなぎを見せるが投げでフォローして、どっち EXP まで切り返す。大栄翔が届く、 EXP はこんな読んでいたが最大狙った立ち強形だったか、しかしガードされてしまっていた。だがよく判断したアドリボジ号機。さあ Y24 チュンリーウィニングポイントを取ってジャンプ強パンチ2段から、さあ100列コンボ決めて上はしっかり見ている。さあ展開が早いぞ。さあ神谷を打ち目てから落ち着いている、セーフバックスで距離離す、林の先端に飛行機が当たる。さあ音、さあ合計は大石が、さあ先ほどから大石が1つ打ってるが、 Y さんが隙間で落とせるタイミングをしっかり把握してそれで落としていく。さあなかなか、そして中盤中盤竜巻から大石決めてめぐり竜巻、すかしげだはバックステル回避。さあ端に追い詰めて投げがギリギリの前でしたね、通して本田もスピーバー。さあなかなかこのスピーバーを下げろうとしてるのか下げきれない、壊しい、今の壊しい一発危なかった。さあ相手に落ちめるが破断しよう、あっとー、さあこれはどう、お見事暗転返し、中段見て Y さんうるこんだした瞬間ガッツポーズでしたが、それを見逃さず暗転返しアドリボジ号機。いやーこれは素晴らしい、大変盛り上がってまいりました。いやー対象同士にふさわしい素晴らしい攻防でした今。だがそれを取り戻すとき Y さんが一気に、最後はしかし寄らせて破断中からちょっとつながらない、中盤差し込んで、さあ最後は私中盤チー勝ったのは Y ジョジョン、おめでとうございます。